皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よきチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、5月19日にアンモナイトセンターに行った時に、取ってきた化石と、先日6月9日に行ってきた時に、発掘した化石のクリーニングと、表面の保護作業の動画になります。こちら今映ってるのは5月19日に撮ってきたものなんですけれども、ここから砕いていくんですけど、まあこういった細かいクリーニング作業に使ってるのはですね、まあサムネに映ってるのを見たかどうかなんですけど、釘ですね、ちょっと小さめの釘と、まあ、小さめのハンマーを使ってこうやって、極力化石の近くまで削っていってます。はい、まあ化石を破壊しない程度ですね。はい、ホコリを払いつつ慎重に、クリーニングをしていって、でこれは外れた感じですね。さらに細かいところまでやっていって、今ポロッと、はい、スカーファイテス取れちゃったところですけどね。はい、これはエゾイテスですね。これ表面完全に剥がれちゃってるんですけど、裏側は残ってるだろうということで、剥がして見られるようにするためにこう削ってます。はい、これでそーっと剥がすと、はい、裏側が見えるということですね。はい、裏側は剥がれないように取ることができました。でこちらはピオトリゴニアですけれども、まあ綺麗に取れたんですが、ちょっと右下が欠けちゃいましたですね。まあ、割と綺麗に取れた方だと思います。でここからは、保護作業になるんですが、まあ以前作った保護液、まあもうこのボンドを水に溶いただけですけれど、それが余ってたのでそのまま使ってます。こちらはスカファイテスですね。基本的には二度塗りして、極力表面をちゃんと保護しようということで塗ってます。はい、エゾイテスですね。はい、まあ下が新聞紙なんでちょっとプラスチック系のシートを敷いて塗ってます。紙の上でやっちゃうとそのまま下にくっついちゃいますんでね。はい、これがまだちょっと、詳細不明のアンモナイトですけど、こちらも保護していきます。はい、というわけで、5月19日とこの間行ってきたアンモナイトセンターでの発掘化石のクリーニングをやってみました。で一応今回はアンモナイトが3つ、2枚貝が1つで巻貝が1つ、あとはまあ三角貝とかなんですけど、まあメインはやっぱりアンモナイトなんで、まずはこれですね。はい、これが5月19日に行った時に、掘らずして地面に落ちてたアンモナイトで、これはまあスカファイテスですね。はい、でまあほぼほぼ砕けちゃって、まあ、4分の1くらいしか残ってないんですけど、まあ、これを剥がすとですね、裏側がちゃんと見えるようになってますね。まあ、こうやって表と裏と見えるようになってます。はい、この間日曜に撮ってきたで、こちらは表面の殻が剥がれちゃってるんですけど、一応6は見えてますね。このしましまの模様が見えてますね。一応これエゾイテスと見られるんですけど、アンモナイトですね。はい、この表面は剥がれちゃってるんですけど、これも剥がすとこの反対側の
からが、はい、見えますね。これも若干剥がれてますけど、一応からと若干録が見えます。はい、それからもう一つ、まあ、かけらだったわけですけど、まあ、これアンモナイトの化石の一部、まあ、大きさでいうと、まあ、こう4分の1くらいのかけらなんでしょうかね。まあ、もっとこう渦を巻いてると大きくなってる可能性もありますけど、まあ、最低これを4倍にこう広げると、まあ、3センチくらいですか、直径が。はい、それくらいのアンモナイトのかけらだと思います。一応こういうふうに、6も見えてますからアンモナイトでしょうね、これはね。はい、あとはまあ2枚貝、こちらですね。まあ特徴から言うと、まあ、ディディモティスの化石が、まあ、表と裏か、まあ、2匹分のあれなのかわかんないですけど、まあ、2枚こうかある感じですよね。はい、それから、まあ、形としてはかなり綺麗に出てるんですけど、これジロディスっていう巻貝ですね。はい、巻貝なんですけど、横にするとこんなにペラペラなんですよね。渦は巻いてるんですけど、なんかそう潰しちゃったみたいな、はい、平たく潰したみたいな巻貝ですね、これね。はい、これジロディスですね。あとはまあこう特徴的な模様があるアピオトリゴニアですね。はい、あともう一つちょっと分からなかったやつだったんですけど、これちょっと白っぽく見えてるところに、まあ、貝の2枚貝の化石とかとこうごちゃごちゃってなってたやつだったんですけど、これクリーニングをしてみたら、まあ、でっかい2枚貝とちっちゃい2枚貝がこうごちゃごちゃって集まってただけだったですね。アンモナイトではなかったです。はい、まあ、というわけでですね、やっぱり上から落とした石から出てくるのはちょっとちっちゃいアンモナイトばっかりなんですけど、まあ、できればですね、やっぱり、アンモナイトの花形といえばですね、直径20センチくらいの大きな、アンモナイトで、まあ、アナゴオドリセラス、まあ、通称アナゴと呼ばれてますけど、まあ、その化石を出してみたいなと思うんですけどね。また行ってみて、体験発掘参加したいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。